こんにちは、ジャパン。今回はトゥンクトゥンクーンの新しい情報が来たので、ディズニートゥンクトゥンクーンの X の公式アカウントを覗いていきたいと思います。はい、トゥンクトゥンクーで、新情報がこちら。真ん中は昨日追加されました。で、左手に見えますのが新しく追加された方、右手に見えますのも新しく追加された方、左手の方から見てみましょう。毛がパヤパヤしてます。産毛ですね。こちらのシルエット、誰だろう、誰だろう。いいね、いいね、求心力がすごいね。左ばかり見てしまいます。おそらくフェアリー柄で、第1弾の両服のカリムの爪は激弱と言われてます。下から数えた方が早いぐらいの強さらしいです。この第2弾、その二の舞になるのか、それともパワーが爆発するのか、どっちでしょうか。二の舞にはならないでほしいなと思いますけど。で、何か持ってるんですよね。なんだあれ。え、いや、たまにさ、その芸能人との匂わせでペアルックの何かを写真に忍ばすみたいな手法あるけど、それとはまた別かな。いや、左手の方パヤパヤしてる方かわいいよ。で、右手の方、こちらゲームの監督生、ゲームの監督生は人間なんて一言も言われてませんからね。ゲームの監督生かな、もしくはその片割れグリムかな。秋葉原系ファッションのパーカーに見えるな。ふーん、この3人ですって。いや、楽しみですね。いや、どうだろう、二次災害があるかもしれないからな、カリム。ちょっと怖いね。いや、でも楽しみだね。この3人らしい。やっぱりグリムって異形だね。耳生えて、あ、でもこれサバナクローでも当てはまるのか。あ、そっか、耳だけでは判断できないんだね。まあ実質サバナクローって馬娘みたいなところあるからな。はい、終わり。明日かその次の日に出るんでしょうかね。ビジュアルバーンってフェアリーが、まあ確かにカリムさんって正直メインでドンっていうイベントあんまりないっていうか、実装されてる SSR の割にそういうイベントもなってませんから、うん、まあ一生かぶりしますよね。って感じ。どんなスキルなんでしょうか。同じ衣装のレオキン TV、レオナキングスからは、スキル時にケツを見せてくれました。カリムさんはどうなるんでしょうか。割ります。